ツーッと言う。お、こうちゃんたちだ。うん、終わりました、向こう。終わりました。じゃあこの長いやつを、はい、あ、長いやつを塗ろう。あー、あじゃあピン。あ、出たの。こうちゃん、すぐ脇腹狙ってくるね。脇腹の隙間を刺す。横にしてね、歯を擦り込ませて。そうです。今横顔しとらすっすよ。ん、もっとも言うたらいかんような言葉言ってめちゃ飽きた。こんだけ塗らなんとはきつかね。確かに。この板で下げてはまだ倍上手なのかな。え、あ、今まで塗った枚数の。なんでそんなニコニコしてるんですか。いや、まだまだエンドレスやなと思って、ね、あ、結構まだ残ってるってですね。結構あっすよ。おい、取らんでよかでしょ。プロの仕事場見ようと思って。え、プロの仕事場見ようと。プロじゃないかけっすね。でもゾンビもそうやせんと営業ね。まあでも人のとは見ようとはすけどね。チョスおじさんの。チョスおじさん。すれ違うたびチョスされてる。釣岡名物チョスおじさん。3回目。もうそれ3回目です。みんなしよらんもん。確かに。もう、まあみんな飽きたとやろね。さあ、作業まだまだ続いておりますよ。はい、だいぶ塗りましたね。ね。だいぶ塗ったですけど、まだ終わりじゃないので。半分ぐらい？これは、そうですね、半分一とった一段階なのかな。うん。多分火をまたぎますね、これ。そうね。うん。今日完成することはないと思う。ちょっと厳しめやね。はい。暇になった。え？暇になった。あ、翔くん暇になった。今日も参戦。あ、じゃあ、ハケのアッケンが、ね、塗ったら、どうでしょう。はい、上手かきは。あ、そうか。取ってこい。あ、取れた、今。よし、これ、をね、親からもらってね、うん、1ヶ月ぐらい遊べて、これで。どうやって？こうやって。え？ひたすらこうしてさ、うん、こう学校とかに持って、ずっと遊べる。なんか何やってるの？切なきゃ言わない。これ1年ぐらいもずーっと持ってた。ちょっとえらいなんか悲しい気持ちになったっちゃけど。で、こういうの、こういうの上ペン飛んでいくやつなんかあった。あー、なんかあったあったあった、ゴムのやつ。なんかあの、ガチャガチャとかで、うん、あったあった。恥ずかしか、俺これよーこれで遊びに行ったんだよ。よっぽど、持って帰らんの場合。よっぽど思い出深くはべえんですよね。これで握力が鍛わったとかな。そんな力いるとする。ちょっと出して。このね、こんなポチポチって、おなんかね、はいはいはい、小学校の時これが気持ちよかったと、うん、なんか、何やろうね、この気持ち。切ない気持ちになった。木村くんが声は濡れって。あ、そういえば濡れってですか。声は濡れって。濡れって濡れって濡れ、濡れと。いや、濡れって。あ、声は塗ってなくて濡れって。濡れって濡れ。めちゃくちゃ働きよっとけ。働かんやつが何言葉言う。ねえ、ほんとめちゃくちゃ働きよ。どちらい働きよ。まあでも恭平さんほどじゃない。恭平くんはめっちゃ働いてる。恭平さんはマジで働く。いや、恭平くん働くよね。恭平さんマジ休憩せんもん、あんま。うん、確かに。じゃあ休憩ばっかしよろ。いやいや、やっぱニコチンバ入れんばいいかも。ニコチンバ入れんばいいかも。でもね、そう考えたら本当タバコ吸う人吸わん人の休憩量って、うん、違うね。ね、1日換算 1,2 時間違ってくるかもしれないね。ね、うん、ね、タバコ休憩はタバコ吸う人はずるかっちゃずるかよね。で、よう言われるね、ど、うん、会社とかでもね。会社でもほら、前あるかもね。正直、こうちゃんは働きよらんって。やっぱ、タバコ吸いよらん人に比べたら働きよらんと思う。うん。そういえば、素直に言うきりえ偉いね。そうやろ、うん、やっぱね、デリカシーあるね。ある。うん、で、おっちゃんが休憩しようって言った時に一緒に休憩して、喋るのが好きやげんさ。あらーいろんなこと言うてからね、おっちゃん。さっきもおっちゃんと並んで2人でタバコ吸って。おっちゃん、横ポジションゲットしたね。
よかーこと言うて。おっちゃん優しかけ、おいら聞きそうにしとっけが多分声かけてくるそうね、うん、優しかほう。早く、ここに誰だ、俺のせいか。ちょっと休憩。オッケー。火あります？かまくまで。火ありますか？ちょっと、おっちゃん、口が。あ、じゃあ口が、ね、喋りすぎて。湿らせんといかんけんね。めっちゃでもそう真面目だ、うん、真面目意外と、うん、でも人一倍チャランポランでますそうなんすか、うん、恭平君も社長が来た社長社長サボよろインタビュー受けようかインタビューインタビュー直樹さんがねあの自分のそうそうそう、ね、俺がそうそう俺が連れてくる人間は真面目が多いっていうでもそれ本当にそうやん、ね、それ本当やね、うん、やっぱ反面教師のおるってやろおいおいおいよか、反面教師のおってやろななんかそれも言いたかったっちゃだいたい同級生同じようなことしか言わんねんおかしかな岸田でコール屋さん岸田でコールなんかねこれなんかすごい虫が湧きます虫が湧きますってこれを塗ればとんでもねえ防虫効果かこの間あんだりくださいくださいって言ってたのに知らでコール知らでコールさんくれないからそうくれないからあたたたたた笑ったあーす児玉さんの背中が児玉さんの背中がそれはやばい大丈夫ボンドキングだあららあららら釣ったっすかあ釣ったのかうわさっきからあれ危なかったのがなんかいきなり冷えたらそうなるもんね、うん、使います筋肉が固まったんすかね冷えてわっとかんすか、うん、固まった横になってでもよくどの体勢わかるわかるキーンってなるんでしょわかるわかる温まったら多分いいからあっキーキーああちょっとね左に負担を右がつったんすかあ右か座っとったらダメなの竹持った児玉さん竹もう今それどころじゃないみたいその辺は両面塗ってやることだよじゃあ持っていこう多分新刊と軽トラが出せるの塗ってやろうチラリ全然やったあ全然横の塗ってやって塗ってやっとうかなってこと塗ったやつはこちらに立てかけます。はい。はい。わあ、もうそろそろ完成ですか？もうすぐ完成です。お。徳ちゃん、いいとこば取りに来たですか？全部塗り焼きが立てただけ。徳ちゃん途中から色塗りやったもんね。そうそうそう。最初の辺のあの辺だけ。ちょちょろってしたね。え、ちょ待って。じゃあ素人ばっかりで今色塗りしちゃっとどういうことお芋徳ちゃんもこっちにオッケーさえお芋うんいや今日胸下がりだと全部綺麗だと完成今張り切ってなんてお徳さんの仕事ができた？分かってる分かってる。徳さんの仕事できた？うん。そうだね、突っかえばね。ここでよか？上がいったもんね。上がよかろ。そんな気のしたもんね。ちょっと聞いてみたか。届くやろ。ここやろ。あ、それで。届くやろ。ねえ。張り切って止まる、止まる。うん。アイバちょうだい。ドイント。トンカチ。トンカチ。ヒロテルさんの持たせてもらえん。トンカチは止まり取らんけど。ハンマーバー。もう叩いてよかばって。はい。ちょっとうるさく。こっち場ね。はい。ここかやろこれ、まあ、トムトバ持ってくんかトムトバ自在の方ば持ってくんばいかないですよヒロテルさんはもうね足早さんに転職するけんがあよう分かっていらっしゃるさすがやっぱりもう就職しただけのことは2ヶ月
と大きい作業。今日一日修行しとったけんね。小さいと直行なけんね。ここは90度やけん。あ、ちゃんと勉強しとこうですね。うん、どうぞ。割焼き。ウィンウィン貸して。ウィンウィン。あ、はいよ。うわぁ、すげぇ、もう漕いでいいよ、中どういうことテラステラスはテラスですけどだいぶ武骨ですってこれ階段までつしてコンクリート打ちっぱなしぐらい武骨ですよいやぁ、勝ったね手が多分今回は足場がないと作業ができんやったと思う、うんうん、2段階ですからねテラスがそう高いしね危なかけ、うん、もしあーってなった時でも足場の上やったらね、うん、大丈夫やしそれは D? それは D? え D はこれ D やなんかこれ A えそうそうあ覚えた合ってるんですねいやーやっぱやっぱ弟子のできたことやっていやいやありがとうございます。いやでも立派ね。うん、すげえ立派。ちなみにね、うん、門、釣り岡発の門の時も立ててもらったんですけど。はい。会社名はよかですか？会社名はよかですね。会社名は、ね、あ、メンタロウ門。サワリスと申します。サワリスさん。サワリスさん、足場のことならお願いします。はい、お願いします。全国の、全国のじゃダメね全国から来てもできんね九州、なるべく佐賀寄りで佐賀寄りでよっしゃありがとうございますよっしゃおめでね、なんか日曜日に大丈夫ですあ徳ちゃんの給料からちゃんと支払いしとくんでバカ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 ちゃんと、おいの分もちょっと乗せてかけよって言うとおいしほんとありがとうございます次は足場が完成したので、うん、コンクリート練ります、はい、ああそっかはい良質な砂だ良質な砂これは良質ださっき古着さん良質な砂室井さんこれ豪華なのやばいこの状態で持ってきますかもうあの片あ大丈夫ですか大丈夫です一回であの、うん、セメントも半分で足りると思うけん30センチ角ちょっとどっか入れてやるかな、うん思いっきり口の中ごめんなんか大人の真似する子供みたいですね僕も僕もあって袋ば持ってわーいわーいわーいあとは本職に任せとけば本職ではな違ったかよし、とんでもない量できそうな気がちょっと戻したから戻しましょうかねしかもなんか入れにくいスコップやうわ、本職クロチェル君、水場持ってきてくれ水ですねあ、ありがとう何も一緒にいつも入れをやったさ本当は砂とセメントだけですね、うん、空練りしてからそうそうだけヒロチェル君が余計なことしようあっちに追いやったさ死にくなすもんねまだよって言うと傷つくやろうと思って水場取ってきてって止めたさすごいでしょそうですねさすがでしょ他のミスを無駄じゃねえやミスと思わせないための指示なんですよあ、すごいでしょ、うん、リーダー力100あるでしょ、うん、100すねお、ポテも持ってきんちゃったですよあと先読みしてね、ポテまでどうぞ先読みアップボール金水やなちゃんと水持ってきたやんけコンクリート割るっぱいな知らんけどのリーダー力はどこへ笑い文句よけあんな気遣えるリーダーやったってさっきまでそっちがまたきっ
ってんのかと思って。いや、嘘汚くてよかったよ。向かいか、向かいか、すごってよ。どうなんだい。水の遅さ。ご視聴ありがとうございました。山プロジェクトはダンスの源さんの提供で頑張ってます。ぜひサイトも覗いてみてください。さよなら。バイバイ。